フレキシティフレキシティリンクフレキシティリンクは鉄道車両メーカーのボンバルディアトランスポーテーションが展開する路面電車ブランドフレキシティのうち路面電車と普通鉄道を直通するトラムトレイン向きに開発された車種であるザールバーンはドイツザールブリュッケンを中心とした公共交通網を運営する企業で軌道交通としてザールブリュッケン市内の路面電車区間から ドイツ鉄道に乗り入れ、国境を越えてフランスのサルグミイヌまで向かうトラムトレインの運行を実施している。この路線の開通に合わせ1995年に発注が行われたのがトラムトレイン用電車として世界で初めて低床構造を採用した部分超低床電車のフレキシティリンクである。ドイツでは路面電車と普通鉄道で異なる規格が用いられているほか、 電化方式も、路面電車は直流電化、ドイツ鉄道は交流電化と異なる。そのため、フレキシティリンクは、この双方の規格に対応した構造を有しており、デッドセクションを通過する際に、自動的に対応電圧が切り替わるほか、電力が回収可能な回生ブレーキも双方の電圧で、使用可能となっている。車内は、 上高扉が存在する前後車体の連結目により、車内全体の48%が低床構造となっているほか、上高扉下部には、平用軌道走行時に展開する収納式ステップが設置されており、プラットフォームの高さが異なる区間にも対応可能である。主電動機や制御装置、抵抗機、空調装置などの電気機器は、キーペが製造を担当しており、 マイクロプロセッサによる自動制御、診断が行われる。1997年10月24日のトラムトレイン開通とともに15両が営業運転を開始し、2000年に路線延伸に合わせて13両が増備されたことで、2020年現在全28両が使用されている。ただし2025年以降、ザールバーンも参加する。 VDV トラムトレインプロジェクトの一環として開発されるトラムトレイン用標準型車両への置き換えが検討されている。ありがとうございます。